はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、CZX のクライスですね。こちら1ケースです、6箱ケースですね。ご依頼者杉さん、はい、PB 分用にもね、1ケースね、ありがとうございます。皆さん参考にね、杉さんもあの動画で、ね、残るからっていうのもあるかもしれないですけど、他のお客様も杉様に感謝してますから、はい、こうやって入ってますね。まあ6個なんでね、よいしょ、よいしょ、はい、こうのがいいか。ここでいいかな。はい、じゃあね、一箱一箱開けていきます。はい、6個取り出しちゃいますね。で、今日発送します。まあ順次やってますけど、杉さんの分は今日発送します。ちょっと PB の量からいくとできるところまでになってしまいますが、パッキングもすごい、このなんかかなりいいですね、精度というか質もね。あ、ちょっと待って、無理しないで、はい、ここだ、ちょっと待って、はい、大丈夫、はい、あ、こうだね、はい、じゃあいきます。レギュラーカードが4枚入ってて、だいたいエブリパックに何かみたいな感じですね。はい、これなんだ、横型、あ、ダブル腰、75は少ない、あ、1人、はい、1人のダブルコスチューム、シスコっていう役、フラッシュなんだ、はい、これネクタイだ、あ、ネクタイだ、これだだから少ないんだ、あー、なるほどね、あー、はい、まあサインとコスチュームとスケッチカード、あとパラレルスターパワーという感じらしいですね。まあまだあのこの前に一箱開けただけなんで、これパラレルかな、赤パラ、はい、125シリーですね、うん、はい、これ何、これスーパーヒーローにこう商売仕掛けてるレギュラーはね、全部まとめておきます。で、スケッチカードです。誰だ？ん？おっさんが飛んでる？こういうキャラいるんですか？はい。まあ、あの、アメコミチックな感じですね。スーツ着たおじさんが羽ばたこうとして。ね。そんな感じにしか店長見えないですけど。こういうシーンがある。はい。多分。はい。よいしょ。それで、スケッチとコスチューム。あと、サインと、スターパワーとかですよね。これかな。
でも299コスチュームだ。あ、コスチュームっすね。はい、やっぱ75って少ないですよ。なんかカタログで見た時も店長299でしたもん。カタログっていうかね、プレビューで何枚か画像出てましたけど。これフラッシュ、フラッシュですね。これは何だろうね、パーカーのジャケット着てるね、パーカーの感じですよね。ちょっとサテンっぽいというか。よいしょ。はい、レギュラーはこう50番までみたいな感じですね。あ、これスターパワーですね。誰だ。はい、チョイさん、ライアンチョイさん、スターパワー。はい、これ何の役なの。はい、チャウさん、オスリック、オズリックなのかな、チャウ。スターパワー、スターパワーも1枚は出てくるのかな。パラレルさっき出たんですけどね。じゃあこれがサインカード。はい、うん、サインカードですね。誰でしょうか。ちょめちょめある。はい、あ、100シリですね。これはどうなんですか、ロッツさん。でもなんかあれ、レジェンド・オブ・トゥモローの表紙にいたような気がする。なんかあの8000円ぐらいで売ってるじゃないですか、うちで。あの表紙になんかいたような、あのなんか三節棍みたいな使ってなかったなんか違うかな。なんかでも100シリーですね。はい、なんだっけ、アロー、アローじゃないよね、アロー、アロー、うーん、なんか見覚えもなくはないけど。はいね、でもヒーローですもんね。よいしょ、いいですね、オンカードで。はい、とりあえず1枚出たけど、とりあえず置き場所がないので、とりあえずサインだけとりあえず入れておきます。はい、2箱目です。ちょっと待ってください、置き場所を確保する。引き出しづらいね。ええちょっと待って、ちょっと新幹線の前みたいな、のぞみじゃないですけどこうつまんじゃって大丈夫だね、ここね。きっちりはまってると取りづらいですね、パックがね。あ、パックっていうかこのここがね。もう忙しくて、ちょっと午前中からずっと無理でしたね。朝早く来てやろうと思ったんですけどね、 PD ね、ちょっと他の業務が忙しくて。はい、まあ、一応さっきの箱はコスチューム1、ん？コスチュームが2か。あ、コスチューム2だ。はあ、コスチューム2のスケッチ1。今年もあるのかな。去年なんかスケッチ2とかありましたけどね。はい、じゃあいきます。200個目。このレギュラーは何番なんだ。あ、これが1番なんだ。あ、あれ、ここにいるよね、この方だよね、さっきの3。違うかな、似てる。あ、こっち、いや髪の毛がね、金髪ですもんね。こっちだよね、多分ね。はい。ね。これフラッシュ。これはわかんない。アロー？わかんないな。スーパーマン？ちょっとわかりませんけど。はい。
でまずはグリーンパラだ。はい、45シリ。グリーンが45ですね。赤が125で。はい。あ、サイン来ちゃいましたね。あれちょっと待って。4番目に入ってる。サインが。誰だろう。ちょめちょめあるよ。あ、あれ？あれ？あれ？ヒーロー変身？あれ？こっちがヒーロー系？で、こっちがヒーロー前。なんか、ホテルのスタッフ。あれ？あ、違う？あれ？髪の毛が違う。色が違う。でも同じ人だよな。変身すると髪の毛の色が変わる。はい、もう2箱で変身前と変身後がなんかホテルのクラークっぽいですけどね。フロントオフィスマネージャーみたいな。こっちが115ですね。で変身後が100。ああでもでパラレルも入ってました。まあ女性キャラのまああのちゃんとヒーロー系ですもんね。はい、2箱目でいきなりもう揃っちゃいました。はい、うん、そっか、あれ、そうだね、そういえばあのなんだっけ、 PB でも前回モモアさんとか何種類かありましたね。2種類3種類。そっかそっか、写真の違いがあるんだ。スケッチです。あ、グリーン、こんなに、あ、キャラちょっとわかりませんけど、はい。うん。これもなんか後ろにいた？スーパーマン？違うかな？はい。あ、ダンゴーマンさんだっけ？違うか。なんかアーティストいたような気がします。はい、スケッチカード出ました。まあ、結構丁寧に色もついてますし。いいのではないでしょうか。ちょっとスケッチとサインとここ置いておきましょうか。1箱目のスケッチはこれ。こっちはもうあのコミック調ですからね、うん、ただちょっとおっさんが飛びそうな、はい、羽で羽ばたきそうな感じ。スタパは、はい、これはこれはアローの、はい、女性版の、はい、アローガール、ちょっとわかりませんけど、はい、あ、なんか光ってる、これなんだ、光ってる。あ、スターパワーだ。あ、シルバー色？あ、この方っすよね。やっぱそうですよね。そうですよね。はい。ノッツさんだ。105シリ、これシルバーパラレルかな。さっき50何枚限定でゴールドでした。はい。スターパワーのパラレルが出ましたね。で、この方っすよね。うん。はい、多分これが変身後、こっちがね仕事ヒーローもねやっぱり生活するためにお金必要ですからね、働く魔王様みたいになっちゃってでこれがコスチュームか。はい、お、トリプルだ。おお、はい、トリプルコスチュームでスーパーマンいるな。で、あの、はい、もうロッツさん集めましょうという感じですね、多分。で、スコフィールドのお兄ちゃんもいますね、ドミニク。これ125枚限定です。いいっすね、三つ窓はね。
はい、これはいいですね。ちょっとローダーがある分は、はい、入れますね。PB 全員分はない、ないよな。まあ、いっか。いいっす。あ、130がね、あんまないんですよ。まあ、いや、とりあえずちょっと待ってください。130ポイントがそんなにないので、とりあえずこう、トリプル系とかはね、入れますんで。はい。で、3個目。サインは、こう、ちょっとつま、はい。この箱の形態だよね。まあ、特徴があって非常にいいんですけど。引き出しづらいっていう。まあ、発売後で今もうないんですけど、うちもまあちょっと難のあるディーラーとかがいると回してもらえるんで、量追加でね。そしたらまた告知して販売しようかなと思います。まあいい製品なのは間違いないですから。はい、3個目。赤パラ、はい、125mm。 もう大体分かってきましたね。これちょっと分厚いね。コスチュームオートってあるのかな。スケッチオートみたいなのがね、あるって書いてありましたけど、199だ、ちょっと少ないな。はい、コスチュームですね。アレックスさん、これはサインかな。はい、誰だ。 150mm、 ジェシー・ラッサンですかね。ドックスっていうの。150なんか多くて200ぐらいって話ですよね。うん、デザインもいいですね。はい、サインが出ました。初めて見ましたね。でもロッツさんって結構当たり系なんじゃないですか。違うのかな。ね。グリーン。はい、45枚限定です。スーパーマン2人いるよ。偽物こっち。はい。お、スケッチ。これ良さそうじゃないですか。ねえ。どうでしょう。お、スーパーガール。おお、うまいっすね。いいっすね。うん。あの星に帰りたい、ちょっと哀愁漂うような感じですかね。はい、いや、いいですね。はい、女性の方かな。メラニーさんですね。はい、メラニー水道橋88。すいません、発言を撤回します。はい、でスターパーかな。お、アローですね。はい、はい。でこっから後半です。
スケッチもいい感じのが1枚出ましたね。でコスチュームもトリプルが1個来て、でサインはロッツさんが2枚ね揃いましたね。やっぱヒーローも仕事持ってますからね、みんなね。 DC のキャラってみんなそうじゃないですか。フリーな仕事してない人ってあんまいないんじゃないですか、ヒーローで。何かしら仕事しててでね、ヒーローになるっていう。それが結構身近なキャラ、身近な職業が多いよ気がしますけどね、 DC の場合って。はい、じゃあ行きます。23でコスチュームかな、299。はい、クラーク・ケントだ。よいしょ。このワイシャツぽそうですね、柄的にね。クラーク・ケントのメモラー来ました。スターパワー、あ、ドミニクさんね、スコフィールドね、お兄ちゃん、はい、その印象がやっぱ大きいですね。ちょっと指示待ちこれはアカパラ125。これなんだ、サインだ。はい、サインですね。誰でしょうか。おー、スーパーマン。はいね、ベストいいっすね。これはスーツだから普段着バージョンね。115シリです。66番、いいっすね。ポンポン出ますよ。っていうかまあこれケース12じゃなくてね、ケースが6なんで、まあ正直な話、買いやすい方かと思います。安定感も高いし、うん。これは上がるんじゃないですかね、かなり。あ、向こうの方だと500ぐらいまで普通に行くんじゃないかって、ディーラー間では言われてますから。はい、ということで、よいしょ。スーパーマン来ました。いいですね。ベストって書いてますね。はい、だからまあ関係ないのかな、なんかそんな感じですよね。じゃんけんポンで出てくるような感じなんじゃないですかね、うん、普通にそんな気がします。だってアローとスーパーマン同じねケースにいるってことですから、まあそういうケースが普通にあるということですから。はい、あ、パラレルだ。105シリースターパワー、うん、いいね。これケース12だったらあれですよ、6ですからね。これなんだ、スケッチが出てないか。スケッチのレデか、ツイッターに出してましたね、お客様。はい、スケッチカードのレデンプションです。これは送る形式ですね。はい、レデンプションの3番。はい。なんか1と2がサイン。で、3がスケッチ。ちょっとわかりませんけど。はい、こちら送る形式なので、一応メーカーさんにちょっと聞いてます。まとめてうちがやれば、うちのお客さんの分は、と思いますんで。はい、なのでスケッチここね。でメーカーさんも経費節約できますからね、まあ、その方がいいのかなと、まあ、お客様を後ろに証明してもらって、でメーカーさんがそのねレデンプション返す
封筒かなんかに名前を書いてもらって送り返してもらえばいいだけなんで。この社長さんは店長が初めてサミット行った時に大変お世話になって、で真由美がまだ契約する前だったんですね、トップスさんとね。でその時にもう先に言ってくれてたんですよ、うん、まあ口だけですけどね。まあでもあのアーティストとしてあのお願いしたいっていうのを言われてて、でその後に直後に、トップスさんからちょっと来てくれと言われて、でもう契約になっちゃったんであれですけど。なので、クリプトゾイクさんはね、あの店長元から前から以前からお世話になってるんで。はい、スターパワーの金かな。お、スーパーマン、はい、55シリゴールドのスーパースターパワー、そうだよね、そうだよね、いいじゃないですか、演技がね、レンチャンですね。はい、よいしょ、うん、流れがスーパーマンに変わりましたね。面白いねこれ、アカパラ125、アローの125。コスチューム？あ、ダブル。あ、はい。ドミニクのダブルですね。199。これは上下かな。どうですかね。ジャケットとインナーのシャツかな。レジェンド・オブ・トゥモローで着てたんだ。ミック・ロビー。はい、コスチューム。サインだ、はい、誰だろう、もう何本当たってもいいよ。あ、200シリ、はい、リック・ゴンザレスですね、レネ・ラミレスさん、200が出ました。まあ逆に200がまだこれ1枚で、他はもう100、115、150が200、150、115、100、115ですから、逆に200がいっぱい出るわけでもないので、うん、まあ前回の CZX 同様にアメリカの方でどん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 上がってっちゃって、あーあーってなるような気がするんですけどね、ちょっとわかんないですけどね。まあ消費される方のが早いと思いますね、スピードが。この内容ですから、スケッチ、あ、これも良さそう、演技が良さそう。これ何、これ、おお、なんかん、カメラマン、なんかユニバーサル、あ、言っちゃいけない、はい、なかなかいいですね、コミックの一場面。まあ新聞記者さんかね、そのカメラマンなんでしょうけどね、パパラッチじゃないよね。はい、いい感じですねこれも、うん、はい、うん、ロドリゴさん、うーん、カロロス・ロドリゴでいいのかなね。はい、いいですね。サイン出てるんで、これが何だろう、スタッパ、あ、そうか、スタッパーはパラレルでしたね。はい、バッドウーマンのスタッパー、はい、で最後です。うん、コスチュームもトリプルあり、まあ多分この125とか少ないんじゃないかな。一人は結構種類ありますけどね、一人コスチュームは。箱で
200シリとかってだから1、2枚ぐらいじゃないですかね、出ても。あと他は100シリ台とかの中盤あたり、まあ外れた感がしないレベルのところ、それにプラスあたりもあってという感じでしょ。でスケッチは箱1で出てくるし、非常にいい線じゃないかなと思います。よいしょ。はい、最後の6箱目です。もうスーパーマンが出てますけどね、もう何本当たってもいいですからね。あ、25シリシルバーだ。はい、25枚限定です。ちょっとメッシっぽいね25シリメッシかと、メッシ出てないよね。はい、スケッチかな。スケッチですね。あ、バットウーマン。はい、バットウーマンでいいよね、多分ね。ちょっと手の先の方まで書いてないけど、ちょっとなんかカマキリっぽいような感じの、はい、手普通に出してもよかったんじゃないかな。マットさん、マットゴメスさん、なんかマットゴメスさんもなんか聞いたことあるな。はい、スケッチカード、マットゴメスさん、ボンブシェルか、なんか聞き覚えはあります。これちょっと光ってるのはスターパワーなんだね、これね。お、アトム。はい。あ、アトムって、アトムなんだ。スーパーマン。アトムもやってるの。うん。はい。ちょっと DC は。DC もよくわかんないんで、申し訳ないです。これパラレル、赤パラ125。これもそうだもんね。はい、23でコチュームっぽいですね。299。あ、そうですよね。はい、この中のワイシャツってわけではないかな。裏生地かな。はい、299。レジェンド・オブ・トゥモローですね。うん。はい。まあ、ほぼ主役系ですもんね、みんなね。コスチュームから何からね。はい、最後です。はい、サイン。さあ最後のサイン、6枚目。おお、メリッサ来た。はい、おめでとうございます。やっぱやばいっしょ、これやばいっすよね。うんうん、やばいっすよ、はい、もうポンポン出ますからね。同じケースでね、ブランドンさんとメリッサさんとこうやって出ちゃうわけですからね。うん、やばいと思いますよ、うん、はい、ということで、よいしょ、全然普通に出ますと。6箱ですよ、このケース。12じゃないですよっていう話ですから。よいしょ。はい、ねえ、だから200が1枚、150が1枚で、100と115でしょ。で、115クラス、100から115クラスがこの4枚出てるわけですから、もうただのじゃんけんですよね。まあ逆に言うと、もう7割ぐらいがここの中からこういう感じで出てくると。ただ中あたりの方のね、まあ勝手に、
コレクターの方が判断してるんですけど、主役クラスとかね、うん、そこの判断はまあいろいろあると思いますけど、こうやって出るわけですから、6箱中4枚がこのクラスで、このクラ、シリアルのレベルのあたりが出てくる。やばいっすよねって話ですよね。はい、3万ちょいじゃ全然安いですよねって話ですよ、うん、逆に200と150が1枚でほとんどがこっちですから、はいね、よいしょ。まあケースによってばらつきあると思いますけどね、まあただ全然ありなんじゃないですかね、うん、はい、ということで全部開け終わりました、ね、杉さんもいつもありがとうございます、うん、こうやってね BB ケースでやっていただけると他のお客様もねよくわかりますし、はい、じゃあ6回ですね、押したっけな、6回戦です。まず1回目、1箱目、1、2、3、お、キングのワンペアですね、1、2、3、あ、引き上げてしまいました。はい、2箱目分、1、2、3、あ、今度エースのワンペア、はい、1、2、3、5の3かすいません、かぶせてしまいます。で、3箱目、1、2、3、8のワンペア、1、2、3、あ、10のワンペア、はい、で、4箱目分、1、2、3、うん、キングのワンペアですね、はい、1、2、3、2のフォーカード、いや申し訳ないです、フォーカード店長が当てても何もないんですけど、すごいな、今日は強いか店長、いつも負ける方が多いですけどね。で、5箱目分、1、2、3、お、3カード、12の3カード、1、2、3、うん、さすがに負けました。はい、車具法1つ。で、6箱目分ですね。杉さんも逆出しますね、すごいね。1、2、3。今回のは。はい、ということで、車号1つね、つけてお送りいたします。いやー、いいっすね、やっぱね。めっちゃやばいっしょ、出方、ね。やばいよね、これね。めっちゃやばいと思います。ビビビビビって、ね、もう。買い上げられちゃいますよ、市場にあるやつ、ね、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。